フリースクール運動とは、アメリカ合衆国で1960年代から70年代まで行われた教育改革運動であり、オルタナティブスクールやインデペンデントコミュニティスクールを通して堅苦しい学校教育を変えようという目的で行われた。アメリカ合衆国初のフリースクールのモデルとなったサマーヒルスクール1960年代のカウンターカルチャーにおいて広まった。 社会機関への減滅は地元の公立教育機関制度から外れたオルタナティブスクールが授業料や事前活動による寄付によって成り立つようになった。これらはアメリカ合衆国全体や中央組織なき運営による現在の教育制度に反発した親、教師、学生によって設立されたが基本的に小規模かつ草の根による代替カリキュラムによるものだった。 携わった人々の哲学は、一般的に、カウンターカルチャー、AS ニールや、サマーヒルスクール、進歩主義時代における、児童中心の進歩主義教育、モダンスクールやフリーダムスクールが起源になっている。運動において影響力があったのは、ポール・グッドマン、エドガー・ゼット・フライデンバーグ、ハーバート・コール、ジョナサン・コゾル、ジェームス・ハーンドン、 エース・ニールが1960年に表したサマー・ヒル、ジョージ・デニソンが1969年に表したザ・ライブズ・オブ・チルドレン、ジョーナサン・コールが1972年に表したフリー・スクールズである。また、運動における考え方の変遷はトラン・フランス・オブ・アイデアズやアメリカン・サマー・アヒル教会が追っている。フリー・スクールと自ら名乗る学校や関連する運動の定義や 主眼は明確に線引きされたわけではなく、単に学校間の幅広い種類があるだけで、この運動は単一のイデオロギーに固執したわけではないが、これらのフリースクールは外部の利害関係もしくは社会的不正義に起因する露骨な政治的演説のどちらかによって空想文化的に撤退してしまう二つの傾向があった。一部の学校では、 自主統治による参加民主主義を実行していた。フリースクール運動はニュースクールもしくはオルタナティブスクール運動とも称される。著作家のロン・ミラーはフリースクール運動の重要性を家族が子供たちに任せることや子供たちが自分のペースで覚えることだと定義している。アレン・グローバードはフリースクールの増加を分析していて、 1967年に25校だったのが1972年に約600校に増えており、1971年から1972年にかけて200校も増えたと推測している。これらの学校では学生が平均33年学んでいた。ほとんどすべてのアメリカ合衆国のフリースクールはサマーヒルスクールや関連書籍が元になっている。そして多くの学校は 公園、教会、放棄された建築物と従来と異なる場所で始められた。何百校も開校したことや、オープンエデュケーションにおける公益によって1972年に運動は最盛期を迎えた。しかし、1970年代に保守主義が流星したことや特にニクソンの教育政策によって運動は衰えていった。 2012年にハフィントンポストでザ・ムーブメント・イズ・レビング・アップ・アゲインというアメリカ合衆国にある教育革命を起こした100校以上のフリースクールについて取り上げた記事が掲載された。これらの学校はほとんどアメリカ合衆国において民間であり、一般的に中間、上位中3階級の家族向けである。著作家のロン・ミラーはオルタナティブスクールの草の根運動標準化の 高老者と評されている。2006年に CBS ニュースは何校残っているか、不明ながら継続している、フリースクールを取材していて学生が運営を自分で決めていて、民主主義的だと評した。教育士研究者のディアン・ラビッチは2004年に、これらの学校の機能は、個人個人の貢献をフリースクールの重点に置いているので教育を受けた、家族の学生にとって最も良いと述べている。 ザ・マンハッタン・ファミリー・ガイド・ツー・プライベート・スクールズセレクティブ・パブリック・スクールズのビクトリア・ゴールド・マンやエリック・ドナルド・ハーシュは同じ考えを反映させていて、さらにハーシュはこれらの利点を持ってない子供たちには役立つものではなかったと付け加えている。ラビッチはフリースクールの価値は優秀な学生をテストする傾向と矛盾すると信じている。ありがとうございます。